今日はですね、日本の復興の9番ですね、欧米より日本の思想が上であるっていうことをきちっと認識することと、その理論化も必要なんですよね。やっぱり理論構築がしっかりしてないとですね、個別の議論になってしまいまして、やっぱり欧米のように中身が悪くても理論構築がしっかりしてるっていうところにやられてしまうんですね。今日は平等性ですね。欧米と日本と比べると、日本が圧倒的に平等であるってことは、社会に対してもそうだし、外国に対してもそうなんですね。欧米はですね、支配者と非支配者に分かれるわけです。これが時には市民と奴隷だったりするし、それから近代の400年ぐらいはですね、白人と有色人種という、こういうですね、とにかく誰かを支配しながら生きるということなんですね。現在のアメリカもそうで、中国もそうですけど、中国では共産党が支配者、共産党でない人が非支配者、アメリカでは超金持ちが支配者、最近ではエスタブリッシュメントが支配者、それからエスタブリッシュメントでない人が非支配者なんですね。でどうしてもそうなりますし、それから社会の正義というものが違うんですね。欧米とか中国はですね、支配者になろうと思って努力することはいいことなんですね。少しぐらい汚いことしてもいいわけです。だから今度のアメリカ大統領選挙でも、エスタブリッシュメントが嘘をついて、例えば、マスコミはもう一斉に嘘をつくということで、自分たちが支配層であることを保とうとする、このことは正義なんですね。日本人と全く違うんですけどですね、それは中国でもそうなんです。中国共産党が支配している状態というのは、中国の思想としては正義なんですね。ところが日本は平等が正義なんです。ですから基本的には人種によっても差別しませんし、出生その他男女全部差別しないんですね。これをもう少し今日は深く考えてみますと、英語を勉強した人は誰でも知ってるんですが、 I と We というのはだいぶ違うんですね。 I は私がなんですね。それから We はみんなが、我々はっていう感じなんですね。そうしますと英語はもう愛がしょっちゅう出てくるんですよ。私はどう考えるか、私はどうしたいか。でそれで、主語がないと曖昧だと。だから日本語は主語がなくても通じるから曖昧だという、このシリーズは私が思い切って何でも言ってますので、何でも言いますと、軽薄な人たちがいるんですね。それは歴史も知らない、アジアの海岸線と大陸とも知らない、歴史を全く知らない、思想も知らない、哲学も知らなくて、言語だけ知ってる人が愛と言わなきゃダメなんだ、日本人は主語が抜けてるから論理がはっきりしないんだ、こういうふうに短絡的に言っておられる人もいるんですけども、実は違うんですね。先日の話で言ったようにですね、ヨーロッパ人とか中国人はですね、まだ気がついてないんですよ。頭脳構造っていうのを気がついてないんですね。我々の頭脳構造は大脳皮質からなる論理構造と、それから大脳皮質以外の脳とか中枢神経、細胞内、記憶、そういったものでできている旧来の、情報と2つあるんですね。大体1対1ぐらいにあると思うんですね。数字も一応いろいろ研究はされておりますが、研究もまだ不十分なんで、大体同じぐらいあるんですね。それで、大脳皮質は愛なんですよ。大脳皮質が愛、主語が愛なんです。それから旧来の頭脳の主語が We なんですね。 We っていうのはお釈迦様は大宇宙と言いましたし、その後のインド哲学はみんなとかですね、社会っていうことになるわけですが、いずれにしても我々には2つの心があって、1つは大脳皮質で考える愛とですね、それから、奥底の情報で考える We があるわけですね。ウィーの方は、少なくとも5億5000万年のその記憶と知識といろんなことがあって、そして我々はそれを成し得ているわけです。私は実はその科学者で学問分野としては物理なんですが、応用分野としては材料とか資源なんですね。で材料で例えばですね、接着という
ものを考えますと、まあ、人間はそれ非常に物と物とをくっつける接着という技術をですね、ここ200年ぐらい一生懸命やってきまして、現在ではアロンアルファとかなんかボンドとかですね、まあ、そういう非常に優れた接着剤が世の中に出ておりますが、現在でも天然の接着とか接着剤にはかなわないんですね。なぜかなわないかっていうと、物と物とを接着するというのは非常に重要で、それをトライアンドエラーで、勝負してきたわけですね。例えば海の中に、まあ、岩にくっついて生きる生物って結構多いんですけど、これは岩にくっついてないと死んじゃうんですね。岩にくっついてるためには波が来ますから、水の流れですね、水の流れが来ますから、それをいちいち自分の筋肉で岩にしがみついてると疲れちゃってダメなんですね。したがって接着、岩に体を接着してあとは力を抜いてるっていうのが岩にくっついてる生物の、まあ、特徴なんですね。でこの接着剤はですね、ものすごく優秀で、まあいちいちここには説明しません、まあ、また何かここは思想の話ですからですね。だけども私は科学とやっぱり思想なんていうのは一緒に考えないといけないわけで、よくは哲学の人、私は科学分かりませんか、いや僕の尊敬する哲学で伊藤先生って昔おられたんです。その先生は、我々哲学は科学を知らないから哲学はできませんって正直に言っておられましたね。つまり世の中の状態、自然科学、自然がどうできてるかっていうことをよく知らないで、人間だけが独善的にこう生きるべきだとかこうあるべきだと言ってもしょうがないっていうのは、その先生から私が習ったことであります。で、その接着剤については近代接着工学というのはものすごく頑張ったんですが、まだ自然に追いついてないですね。構造的にも、まあ、人間の作ったものは非常に単純ですし、それから接着面における、まあ真実接着面積とかいろいろ言葉があるんですが、そういった接着力の発揮方もダメなんですね。それはですね、人間の頭脳が2、300年考えるよりか、自然がトライアンドエラーで5億5000万年考えた方が上だって、そりゃそうでしょうね。まあ、人間の頭でも若干トライアンドエラーですからね。ですから人間の大脳のですね、表面ですね、大脳皮質のように自分が生まれた時は空で、まあ、私何回も言ってますが、父親母親が英語ベラベラでも生まれてくる子供は単語の一つも知らない。だからそこから生まれて20年とか30年の間に得た知識経験で、我々は愛、つまり自分はっていうのができてきてるわけですね。ところがその裏にある5億5000万年間に蓄積してきたものが We なんですね。で、日本人っていうのは非常によく自然を観察しました。そして自然をずっと見るとですね、自然は愛ではなくて We であるっていうのに気がついたわけですね。ですからそれが少しずつ言語にも現れて、愛という主語を使わない、私はと言わずに、これはこうですね、あれはこうですねという言い方をするわけですね。これが悪く使われると、今度のコロナにおけるマスク警察みたいにですね、あらぬ方向に行くこともあるんです。それは物事には何事も欠点と利点がありますからね、欠点と利点がありますから。だからまあ愛を使えばマスク、だけどアメリカなんかマスク警察してますからね、あまり根拠がないのに同調圧力っていうのが加わってウィーばっかになるということはあるんですね。私がここで愛とウィーっていう英語をわざわざ使ったのはちょっと理由がありまして、ヨーロッパ中国はまだ愛しかないんですよ。世界が全部愛なんです。だから自分さえ良ければいい、だから支配層に自分が入りたい、だから支配層になるために努力するのは構わない、もしくは、支配層じゃない人たちをいくら殺しても虐待しても構わないという思想がまだその段階なんですよ。まあこの前バートランド・ラッセルの話しましたけども、お釈迦様で生まれた人類のまともな宗教はイエス・キリストの誕生によって終わりを告げたとまあいうことなんですよね。イエス・キリストもお釈迦様とほぼ同じ思想ではありますが、あまりに偉かったので人間がついていけなかったんですね。お釈迦様はまだいろいろ柔らかく言ってましたが、イエス・キリストは断定的に言われたんでね、それで過激になっちゃって、
それでローマ帝国ではもう虐殺に次ぐ虐殺があり、その後も宗教戦争が続いてですね、十字軍であるとか、まあセントバルセロミの虐殺とかも宗教にまつわる虐殺に次ぐ虐殺。一方ローマ法王はイエス・キリスト の聖書を守らずに、行動を守らずに、きらびやかなバチカン宮殿という宮殿にいるという、そういうひどい状態なわけですね。まさに宗教は、お釈迦様で生まれて、イエス・キリストで終わったと、まあ、いうふうに言えるわけですね。その後中世の暗黒時代があり、千何百年続きまして、その後近代ヨーロッパができた。この前お話したようにデカルトが一番最初なんていうくだらないこと言ってると、それはもうイエス・キリストで一回宗教哲学がダメになってからもう一回再生したのがデカルトですが、しかしそれは愛なんですね。ですから日本っていうのはもちろん差別がないわけです。もちろん特別な例はあるんですね。こういうふうに言うと揚げ足取ってくる人がいるんで、いや日本にも得た否認がいたじゃないかと、いやまあ人口比率なんですね、まあ、ギリシャでは市民がまあ多くても 10%、 奴隷が 90%、 それは今の中国でもそうですね。中国共産党の人が8000万人、中国全体では15億人とか、こういうふうになってるわけですね。アメリカでは 1% の富裕層がアメリカ全体を支配していると言われております。まあ、こういった形を愛型の社会ですね。ところが日本のようにほとんど総中流階級というのがウィー型社会なんですね。で皆さんがどう思うか知らないけど、私は日本の平等型社会がの方が優れている、思想としては優れている。つまり人間はまず愛からスタートして、それがウィーになって本当の社会になる、平等社会というのが訪れると、まあ、このように思っております。まあ、ぜひ今まで西洋の哲学をご勉強されですね、西洋の方が日本よりか優れているという方がですね、ぜひこの愛社会とウィー社会の差ですね、日本がどこにいるかということもご検討いただければと思います。